これってよ、父ちゃん四六時中チャクラ練りっぱなしってことだよな。大変なんじゃねえの。ずっと影分身してんのと変わんねえよ。こうしてみるとかっけえな、腕がこんなのなんて。ちょっと羨ましいってばさ。お前の右手も吹っ飛ばしてやろうか。やめろよてめえ、冗談に聞こえねえんだよ。ったく脅かすなよな。